アイテム番号 SCP-194JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-194JP を完全に収容することはできないため、職員は指定エリアでの SCP-194JP1 の発見に努めてください。晴天時は4名、雨天時と降雨後24時間は20名以上の警備職員が指定エリアを巡回し、 SCP-194JP1 及び SCP-194JP3 を捜索します。 SCP-194JP1 が発見された場合は雨水の侵入を防ぐためにテントを設置し、最低3時間その状態で待機してください。待機後、熱風を照射することで乾燥させます。SCP-194JP3 は確保した後、人型オブジェクト用の収容施設に収容します。収容後7から30日の経過観察をし、担当研究員の要請がなければ終了処置を取り処分してください。対象者が SCP-194JP1 へ転落する瞬間を目撃した人間、及び生還した対象者には、事情聴取後に記憶処置を施し帰宅させます。SCP-194JP1 発生の指定エリアには、国土交通省の協力を得て、この水たまりは深くなっているので注意してください、と書かれた看板を、不自然でない間隔を置いて可能な限り多く設置します。すでに舗装された道路を完全な排水構造にする改修工事及び、舗装されていない山間部の歩道についての整備予算については審議中です。説明。SCP-194JP は、地方で発生する異常な性質を持った水たまりとその内部空間です。SCP-194JP は、主に、地方で発見される水たまり、以降 SCP-194JP1 と呼称、で起こる異常現象です。SCP-194JP1 に足を踏み入れた人間は、SCP-194JP2 と呼ばれる異常空間へ引きずり込まれます。SCP-194JP1 の出現する場所など、詳細な条件は判明していませんが、通常の水たまりと同じく降雨後に出現します。また、山間部などの人目につかない場所で発生する傾向があります。SCP-194JP1 は、通常の水たまりとほとんど見分けがつきませんが、通常の水たまりと違い、どの角度から覗いても鏡のように光を反射し、また深さを測ることができません。多くの場合、水たまりと勘違いした対象が、SCP-194JP2 へ転落します。SCP-194JP2 は、SCP-194JP1 を通過した先にある異常空間です。SCP-194JP2 では、対象者が生まれてから最初に住んでいた町が再現されています。町は半径 10km ほどにわたって再現されており、町の外には SCP-194JP1 と同じ水でできた海が広がっています。この海の広さはわかっていません。SCP-194JP2 に転落した対象は、再現された町のどこかへ着地しますが、着地場所の周囲に SCP-194JP1、それに類する出入り口らしきものは見当たりません。そのため、入り口となった SCP-194JP1 から戻ることはできません。生還者の証言では、その場所から、生まれ育った家に戻ることができれば、入り口となった SCP-194JP1 から出ることができるとされています。SCP-194JP2 内の町は、対象が、生まれた時の町であるため、対象者が年長であるほど生還は困難となります。SCP-194JP2 内では、SCP-194JP3 と呼ばれる人型の存在が対象者を SCP-194JP2 内に留めようと接触してきます。現れる時は、複数であったり単体であったりしますが、概ね対象者の知らない人間の姿をしています。対象者が、
SCP-194-JP2 に転落してからおよそ3時間ほどで、SCP-194-JP2 内にある太陽が沈みます。それまでに対象が脱出できない場合、SCP-194-JP3 の一体が SCP-194-JP1 から出現します。SCP-194-JP3 の出現に伴い SCP-194-JP1 は蒸発します。SCP-194-JP1 が蒸発する前なら、別の対象者が SCP-194-JP1 内へ侵入可能ですが、その場合、別の SCP-194-JP2 が生成され、SCP-194-JP2 内で対象者同士が接触することはできません。出現した SCP-194-JP3 は、概ね成人の人間ではあるものの、すべての臓器が1歳児ほどの大きさしかなく、知能も非常に低くほとんど意思疎通ができません。確保された SCP-194-JP3 に対する質疑。2000年5月27日、識別番号 SCP-194-JP3-006、巡回中の警備員が道路を張って移動していた SCP-194-JP3 を確保した。研究員 T、あなたのお名前を聞かせてもらえますか？ SCP-194-JP3-006、遺体。研究員 T、あなたはどこから来ましたか？ SCP-194-JP3-006、お母さん。財団では過去、県の SCP-194-JP1 の発生を把握していますが、実際の発生回数はこれよりも多いものと予想されます。そのうち3名の生還者に対しては記憶処置を施し、そして、体の SCP-194-JP3 を収容しています。残りの標本は終了されました。B クラス職員による SCP-194-JP2 の探索記録、2000年6月10日。巡回中の警備員が SCP-194-JP1 を発見。B クラス職員による探索の許可が下りました。探索にあたる職員には通信装置と GPS 送信機を装着。SCP-194-JP に侵入後はカメラの映像はノイズがひどく不鮮明でしたが、その他の機能は正常に作動。事前の調査で職員の生まれた町の生まれた当時の地図を入手しました。2000年6月10日、9時17分45秒、SCP-194-JP-D1、おう、先生、入ったぜ。本当にワープしたみたいに上に何もないな。研究員 T、今どこにいますか？ SCP-194-JP-D1、神社に続く参道の途中だな。こっから家までどれくらいだったかな？しかし本当にここは異空間ってやつなのか？見た目は現実そのものだ。太陽の具合からすると午後3時くらいか？虫も鳥も人間もいねえこと以外。いや、匂いもないな。研究員 T、匂い。SCP-194-JP-D1。ふるさとに帰ると懐かしい匂いってするもんだろ。何も匂わない。15年ぶりだからかな。それにしては他の匂いもないが、気味悪いな。風もない音もない。すごく小さく波の音がするな。研究員 T、その参道を降りて、左に曲がってください。まず橋に着いたら教えてください。また案内します。2000年6月10日、9時29分33秒、SCP-194-JP-D1。はあ。橋に着いたぜ。懐かしいな。こんな小さい橋だったんだな。下を見るのが怖かったもんだ。研究員 T、橋を渡ったら右にまっすぐ行ってください。10分くらい歩くと酒屋があるはずです。2000年6月10日、9時32分17秒、SCP-194-JP-D1。おい、先生。酒屋なんてないぜ。研究員 T、おかしいですね。地図ではそうなってるんですが。隣の駐車場は確認できますか？
SCP-194-JPD-1。さらちっぽいもんならあるけど、あれが駐車場でいいのか？研究員 T、わかりません。とにかく、そこを左に曲がって突き当たりまで歩いてください。2000年6月10日、10時7分24秒、SCP-194-JPD-1。おい、先生、なんか曲がった道を進んでるんだけど、いいのかい？研究員 T、そんな、地図ではまっすぐのはずですが。SCP-194-JPD-1。いやでも山から家まではこういう道を通った気はするんだ。多分地図が古すぎるか新しすぎるんだ。研究員 T、急いで図書館で問い合わせてみます。太陽はまだ昇っていますか？そこで待機していてください。SCP-194-JPD-1。先生、待ってくれ。近くの家の窓から誰か呼んでるんだ。マイクを向けてみるよ。非常に聞き取りづらいが、こっちに来て、と聞き取れる。SCP-194-JPD-1。先生、どうしよう。入ってみるか？研究員 T。ダメです。今回は生還する方法を探るテストです。家を目指してください。SCP-194-JPD-1。ああ、でも、昔はどこの家も自分の家だったような気がする。そんな時代もあったな。いい時代だったよな。先生。研究員 T。ええ、今は関係ありません。その家には入らず、待機していてください。先ほど聞こえた声がまた聞こえるが、先ほどより少し大きく、音も歪んでいる。SCP-194-JPD-1。あの人知ってる人だったような。そうだ知ってる人だ。ああそうだよ。思い出した。研究員 T、聞こえていますか？引き返してください。応答してください。2000年6月10日。10時10分42秒、不鮮明ながら。カメラは SCP-194-JPD-1 が一軒の民家の玄関ドアの前に立つところを映し出す。それから、3秒ほどしてドアが開くが、屋内は全く光がなく内部の様子が確認できない。その中に SCP-194-JPD-1 が踏み入り、画面が真っ黒になったところで映像は通信不能になる。音声通信はしばらく正常に作動し続ける。楽しそうな SCP-194-JPD-1 の声と、正体不明の女性とも男性とも人間とも判断できない声が、会話を始める。正体不明の存在は SCP-194-JPD-1 を今に案内していると思われる。2000年6月10日。10時12分10秒、おそらく今か客間に座る音が聞こえる。SCP-194-JPD-1 と、SCP-194-JP-3 と思われる声との楽しそうな会話は続くが、時折何かを引きずるような音と、詳細不明の湿った水の音が混ざり始める。2000年6月10日、10時21分56秒、楽しそうな会話は続くが、時折硬いものを噛み砕く音が混ざり始め、SCP-194-JPD-1 の声が途切れがちになる。この間研究員は SCP-194-JPD-1 に語りかけ続けるが応答はなく、SCP-194-JPD-1 は咳込み何かを吐き出しながら会話を続けた。2000年6月10日。11時32分50秒、何か重たいものが床に落ちる音を最後に無音になる。それ以上の変化は見られなかった。尾行、探索の間、GPS は正常に作動しており、位置情報は D クラス職員の生まれた町を示し続けていました。通信途絶後、GPS の反応のあった場所へ行くとそこは空き家となっており、荒れ果てた室内から職員の服や装備がすべて見つかりました。SCP-194-JP-1 から出現した SCP-194-JP-3 は問題なく処理されました。ポイ1。実例は非常に少ないですが生還者の情報を併記します。
対象者、一般市民、45歳男性、生還までの状況、協力的な SCP-194-JP3 が出現したため、調査報告書194-001を参照してください。対象者、一般市民、78歳女性、生還までの状況、SCP-194-JP2 内部が空襲直後の平坦な街になっていたため目標の扉のみが目立っていた。対象者、B クラス職員、36歳男性、生還までの状況、担当職員による案内に全て従ったため、入手した地図が正確だったため、聴取記録194-SV1、この生還者において現在唯一の協力的な SCP-194-JP3 が出現しました。以下は対象者の証言です。あれは祖母でした。10年前に亡くなった祖母でした。ええ、わかっています。もしかしたらおぞましい存在が祖母を模した存在だったかもしれません。しかし、私はこうしてあの地獄から生還しました。地獄、あそこは地獄だったのでしょうか。中略。家に帰るまでの間、ずっと祖母と会話を続けていました。そしてその間、祖母は他の人間と遭遇しないように道を選んでいるようでした。あなたたちが SCP-194-JP2 と呼ぶあの町は、ところどころ私の知っている町で、ほとんど知らない町でした。多分私が生まれた時の状態なんでしょう。中略。祖母は道すがら見かける家を指して、あそこの家の人はスイカを育ててて時々もらってたとか、あなたはあそこのお姉さんとよく遊んでたとか、楽しそうに話してくれました。あそこは本当に地獄だったのでしょうか。何もかもが懐かしく、そしてここにずっといたいと思わせる場所でした。そう話すと祖母は怒り、絶対に元の家に帰りなさいと私を叱りました。中略。そして無事に生まれた家の前まで来ると、扉を開ける前に祖母が娘に、つまり私の母にと伝言を頼みました。あなたが最初に踊りを見せてくれた時、下手くそだと叱ってしまったけど、本当はとても嬉しかった。今でもずっとその日のことを思い出してる。本当は褒めてあげたかった。そう言っていました。扉を開けてからはあなた方の知るところですね。